米大リーグのドジャースに10年総額7億ドル、約1014億円の巨額契約で移籍した大谷翔平投手が21日日本時間22日、ロサンゼルスで行われた NFL ラムズ・セインスの試合に姿を見せた。会場を大型ビジョンに映った際の行動が話題に、米メディアが動画好きで、翔平はスポットライトを浴びたくなかったと伝えると、米ファンは、おナイス。 と反応した。大谷が笑っていた。川のライダーズジャケットを着用。入団会見でのスーツ姿とは、また違ったラフなスタイルで現れた。席に座った際には、インナーは、ラムズのユニホームに、カメラに抜かれたことに気づくと、笑いながら、両手で顔を隠す仕草を取った。周囲に手を売り、飲み物に手を伸ばしている。動画を公開したベーススポーツ専門局、CBS スポーツ 公式インスタグラムは、文面に、翔平は、スポットライトを浴びたくなかった、と記して投稿。NFLX。おおナイス。この男は、アニメの主人公だよ、と、さらなる注目が集まっている。この日は、事前に SNS 上で、大谷の来場が報じられ、ファンの間では、騒ぎになるなど、お忍びとは、ほど遠い状態に。ラムズ公式 X も、大谷17。 と書かれた青色の特別ユニフォームを渡された大谷が、嬉しそうな笑顔を見せる映像などを公開していた。さらに山本義信投手のドジャース契約合意も報じられ、話題を集めている。米大リーグのドジャースに、10年総額7億ドル、約1014億円、の巨額契約で移籍した大谷翔平投手が21日日本時間22日、ロサンゼルスで行われた NFL ラムズ。 セインスの試合に姿を見せた。会場を大型ビジョンに映った際の行動が話題に。米メディアが動画好きで、翔平はスポットライトを浴びたくなかった、と伝えると、米ファンは、おー、ナイス、と反応した。大谷が笑っていた。川のライダーズジャケットを着用。入団会見でのスーツ姿とは、また違ったラフなスタイルで現れた。席に座った際には、インナーはラムズのユニフォームに。 カメラに抜かれたことに気づくと、笑いながら、両手で顔を隠す仕草を取った。周囲に手を振り、飲み物に手を伸ばしている。動画を公開したベーススポーツ専門局、CBS スポーツ公式インスタグラムは、文面に、翔平は、スポットライトを浴びたくなかった、と記して投稿。NFLX。おお、ナイス。この男は、アニメの主人公だよ。 と、さらなる注目が集まっている。この日は事前に SNS 上で、大谷の来場が報じられ、ファンの間では、騒ぎになるなどお忍びとは、ほど遠い状態に。ラムズ公式 X も、大谷17、と書かれた青色の特別ユニフォームを渡された大谷が、嬉しそうな笑顔を見せる映像などを公開していた。さらに山本義信投手のドジャース契約合意も報じられ、話題を集めている。